高橋や成高橋や気泡厳しき瑠璃の地にアホらがもの住むぞ怪しき。山々高し成高し気泡厳しき瑠璃の地にアホらがもの住むぞ怪しき。
この山に風ぞ吹かざる山かな。この山に風ぞ吹かせ、この葉っぱっぱと吹きなさん。後ろの口より吹き出す風が8万8千里、上なる御騎馬が33枚、下なる御騎馬が33枚、合わせて66枚の御騎馬で、ブーキブーキと神からく、味わいをしれ。知らざる者は上なる面を切り捨て、下なる面を切り捨てん。Thank you.
さて、寺平大臣が人に用通りなり、鬼に用通りなり、我が兄弟は一秒次男三男と増しまして、一秒とは天照大御神、次男月読みの御事、三男佐野の御事を誠に候。さて、須佐野の御事の持ちたる杖の次第を、ただとくとくと申しそうらや。さて、佐野の持ちたる杖の次第を、ただとくとくと申し立てまつれば、ふっさけ片割れにはほっさけ片割れ、ふっさけ片割れには天津人の方を困らせたもう、ほっさけ片割れには国つかみの方を困らせたもう、中においては新社同盟の方を困らせたもう、これにて司法を招ければ万の宝がより来る、年寄り人をさすれば十七八と若やぎ、これを師範上の杖と申す。神のお宝か、仏の宝か、人間のお宝か、褒めてとらせよ。日本天社大神宮、天の岩戸の袖にも包みたり、神の前では鈴と申し、仏の前では霊と申す、人間の前では釈上と申したとまつれば、早くご法に取り納め候。神のお宝か、仏の宝か、褒めてとらせよ。
のご奉献と申せたともすれば、これより出雲の国は日の川上大和のおろちを平らげし、四方の名剣中一つの剣、八祖大明神と崇めたともすれば、早くご奉に取り納め候。さて兄弟の女か直り、万願成就天下太平、国家安穏の御前を御前候。舞い沈めそろ。お疲れ様でございました。